私、おじいちゃんになりました。東野幸治の幻ラジオ。今回の幻ラジオは、アマゾンオーディオブック、オーディブルさんの提供でお送りします。私が MC を務めるトーク番組、吉本芸人、音声データ、全50話。 そして、幻ラジオでも物議を醸した、あの特番、吉本芸人生存確認テレフォンも好評、配信中でございます。こちらは会員なら聞き放題です。ぜひチェックしてみてください。そしてもう一つお知らせでございます。今度の月曜日24日、8月の24日、月曜日の夜、吉本のこれ YouTube からなんですかね。 生音声配信します。何をやるかと言いますと、なんと、なんと、吉本芸人生存確認テレフォンが少しタイトルを変えて帰ってまいります。好評だった吉本芸人生存確認、今年のゴールデンウィークに3日連続1回3時間ですから、計9時間ですか やりまして、うん、それが月1回、レギュラー音声配信になりました。毎回3時間、私が気になる吉本芸人の生存を確認する、気になる芸人さんにちょっと電話して、最近どうなんこうなん吉本芸人以外でも今回、また電話したいなとも思っています。まあこれがきっかけで、メッセンジャーの黒田くんが、 煮込みワングランプリというのをゴールデンウィーク3日連続やりまして、それがきっかけで黒谷っていう、えいろんな食材を煮るっていう YouTube も始まりましたし、うん、これが再び帰ってきますので、ぜひぜひ皆さんチェックしてほしいと思います。さあ、そして、最初のタイトルで皆さんびっくりした方いると思います。なんと私、東野幸治、53歳。 1967年8月8日生まれの53歳、東野幸治が、この度、おじいちゃんになりました。うん。早いのか遅いのか、まあおそらくね、聞いてる方からすると、おじいちゃんのイメージ全くないと思いますけれども、おじいちゃんになりました。つまり、この幻ラジオ、ヘビーリスナーの方はわかると思いますけれども、なんと、娘 D が女の子を産みました。 先日なんですけれども、無事女の子が生まれまして、うーん、ね、まあもちろん結婚しておりますし、この幻ラジオ音声をいつも編集したりアップしてくれるのは娘 D なんですけれども、現在海外の方に住んでおりまして、まあ、妊娠してるっていうのはもう聞いていました。うんでもさすがに僕も、娘の父親でございますから、この幻ラジオで娘 D の話、手下の話、嫁 P の話しますけれども、 あんまり喋りすぎると怒られるんで、ほどほどに喋ってました。気を使わず喋ってたのは手下のプライバシーのことばっかりずっと喋ってましたけれども、それも最近怒られてあんまり喋れない状況。娘 D も妊娠してるし、うん、でもね、妊娠してるんですっていうのもちょっとね、僕のプライベートなことは喋ってもいいですけど、あんまり娘 D のことも喋るのもいかがなもんかなと思って黙っていたんですけれども、で、 娘 D も無事出産しました良かったんですけれどもやね孫は生まれました」ってこう喜びさんで喋んるのもちょっとうん父親としてどうなんだろう娘をこの世界のネ,ネタにして巻き込むのもどうなのかなと僕も極力どちらかというと僕も雨上がりの宮迫みたいに昔は結婚して子供できた当主は もう手っ取り早く笑いが欲しいからついつい嫁の失敗談子供の失敗談喋ってましたけれどもだんだん子供も大きくなり嫁もね友達からいきなりメールとか LINE で「大丈夫?」っていうのが届くんですよ「え何何?」って言って嫁は子供え嫁 P はテレビで僕がその嫁 P の失敗談を喋ってんの一切知らないのに友達からそういうのを聞くと「えどういうこと?」なんて言って。 よく喧嘩になったんで、極力喋っていなかったんです。で、なぜ今回唐突にそのことを喋ったかと言いますと、うーん、はっきり言います。こんなことあんまり言いたくないですけれども、喋る話があんまりなかったからです。申し訳ないです。私の子供に生まれたことを呪ってください。僕もだからこの娘 D が子供生まれた話は一生、 幻ラジオでは、するまいと、孫の誕生を知ったときに、そう、心に固く誓いましたけれども、勝手なもんでございます。今日も家で一人、リビングで録音しておりますけど、あれ何喋ろうえ、なんか話すことないかなあれないなないな。どうしようどうしようどうしよう。まあ、しょうがないか。娘 D が子供産んでおじいちゃんになったあのとっておきのやつ喋って、 幻民の皆さんからよかったねおめでとうの書き込みいただいてご機嫌になろうっていう最低の三段でございますでも本当にまだ会っていませんし飛行機も飛んでませんし嫁ピーはもう早く会いたい会いたい言ってますけどもなかなかそういうわけにもいきませんし嫁ピーとね婿殿のね 娘 D のの旦那さん、向こう殿のお母さんお母さん、2人して、まあ、家族 LINE で今日の姫を写真を見せろ姫の写真を見せろ姫の動画を見せろっていうのを連日やってるんで、まあ、僕が婿殿だったら絶対に嫌だろうなと思うんですけれどもうーん孫を見せろハラスメントをしてる状況でだから 動画とか写真でしか見ていないんですけれども、東の家に姫が誕生したということでございます。特にだからといって僕は何も別に気持ち的に何も変わらないって感じですよね。でまだ抱っこしているわけでもいませんし、まあ、海外でうん元気にやってらっしゃるっていうのも聞くから、ああ、まあそれでよかったんじゃないかなっていうことでございます。 ね、大丈夫なのみたいなお話は一応してるんですよ。体調の方大丈夫っていうふうに、ん、娘 D にもしました。娘 D の返信はですね、こういう返信が返ってきました。ちょっと今 LINE で見てますね。ちょっと待ってくださいね。大丈夫なーんって言って。うーん。ちょっと待ってくださいね。ちょっと待って。全然 LINE 出てこへん。ちょっと待ってくださいね。 大丈夫って言って、あれあ、なるほど。ちなみにこんな娘 D の LINE もありました。だからもうすぐにね、ダディは初孫の話をすると思ったみたいだったんですよ。娘 D はね。で、LINE が来て、初孫のことの話をすると思ったら、黒田さんのうんこの話だったっていう <laughs>。はい。LINE が来て。あと、 体調大丈夫ですかってこうね、父親としても一応、娘 D が心配ですから、体調大丈夫ですかって言ったら、えー、娘 D は大丈夫ですと。寝不足、股が裂けて痛い、腰の骨が開いてまともに歩けない、おっぱいが痛い、以外は普通ですということで、どうやら体調は元気でございます。で、そんなこといちいちね、 娘のプライバシーのことを、ああだこうだね、ネタがないから喋るっていうのを申し訳ない。でもなぜこの時期かと言いますと、おそらくこの幻ラジオが配信されるのが日曜日の夜8時ですから、24時間テレビの感動的なラスト1時間ですから、おそらく誰も聞いていない、そしてネットニュースにもならないと思って、私も一応父親の端くれでございますから、プライバシーに最大限の 有料して喋らせていただいております、えー、本当におめでとうございますまたね姫の面白い情報があったらこの幻ラジオでも喋りたいんですけれどもまあ、家族の優先順位で言うと嫁 P 娘 D 姫手下向こうどのぷーちゃん俺 ってな感じだと思いますけれども。えー、以前、最下位な私でございますけれども。さあ、そしてもう一つ。これもだからね、ネットニュースで発表あったからもういいかなと思って言うんですけれども、旅猿という番組で、チュートリアルの徳井くんがゲストに来ていただきました。だから10ヶ月ぐらい前、1年ぐらい前、なんかあの、税金の方を納めてなくてっていうことで、 うーんなんか自主的に謹慎してたんでしょ、で現在復帰して、舞台は上がったりとか、ラジオをやったりしてるんですけど、うん、地上波のテレビの方は、えー、活動していない時に、旅猿の方で、日帰りで東京近郊でロケしましたよ、うん、いやー、だから楽しかった、久しぶりに会って楽しかったですよ、全然変わってない感じでしたし、うん。 で、これ、もおそらくだから見てる方からすると、いや、まだ復帰は早いに違うかなとか、いや、地上波出たらあかんやろって様々な意見ね。いや、でももう地上波、もうお金も払ったんだから地上波出てもいいに違うかっていう様々な意見があると思いますけど、まあ、その意見をいろいろ考慮して、各民放の人が判断すれば、まあ、いいだけの話なんですけれども、まあ、それがダメだったら、旅猿としては、フールーっていう手もありますからね。以前、極楽とんぼと、 極楽トンボのゆかりの地を巡るっていう旅もしましたしそうなってくるともう h ルでチュートリアルゆかりの地を巡る旅もできますしうん楽しく得意がしたいこともやってぜひね僕個人としてはあれですよもう一回旅猿に出てきてその得意とやったことが楽しかったんでもう一回やりたいっていうのを思いとでそれロケ終わってからスタッフさんに SNS で、その、徳井さんがゲストに来たっていうことを、ちょっと、発表するのを、ちょっと、あの、待っていただいていいですかって言って、あ,あ、全然いいですよ、つって。あの、こちらから発表させていただきたいと思いますって。ま、いろいろ、日本テレビとか吉本工業がいろいろ考えて、発表する時期、考えて発表すると。で、それ発表してからでしたら SN、SNS でいつ上げていただいてもいいんですよ、って言われて、あ,あ、わかりました、って言って、ロケ終わって。で、家帰ってる途中に、自分のインスタ見たら、 岡村隆をフォローしてて早速、得意が着てた『旅猿』の T シャツに写真と「ハンサム」って字付けて、えー、アップしてたんでこいつ、ほんま相変わらず <laughs> アホやなと思って多分、おそらくそれでまた吉本から注意されてすぐ削除したんでしょうね。で、ネットニュースなってまた改めて上げてると思いますけど、まあ、これはね、多分岡村自身がすごい。 得意が帰ってきたって言って喜んであげてると思うのでちょっと許してあげてほしいと思いますでそうですよ本当にそういう状況の中皆さんぜひ見てください僕の上手な進行ぶりを旅猿の得意なのって見なくて結構です僕が得意がこういう風にして帰ってきたこの状況の中僕のさもそんなことなんかね得意そんな気にするな今はね旅を楽しもうみたいな感じの プロフェッショナルな話術に注目してほしいと思います。全3話、私の話術に注目でございます。よろしくお願いします。さあ、そして、ここで手紙、はがきをちょっと読みたいと思います。さあ、この方、えー、っと、ラジオネームというか、ペンネームはどこ書いてるかな。幻みんより、名古屋の幻みんさんです。 あ、書いてる書いてる。いつも幻ラジオ楽しく聞いています。私は30代新妻のミミミナオナオと申します。今回2回目のお手紙を書いてみました。まず品川さんを止めてください。最近テレビなので東野幸治はすごいだの、助けられた、ありがとうございますだのと発言をよく耳にします。そのことについて第56回のタイトルを見たときダディも同じ意見かと思いきや全くの逆で驚きました。 ダディがいい人的なことを言いふらすのは営業妨害だと思います。嘘営業妨害か、品川。早く品川さんを止めてください。ちなみに、品川さんのことは好きでも嫌いでもありません。え、みみみ、なおなおさん、品川さんへのこれ営業妨害だと思いますよ。ああ、そうですか。じゃあちょっともういい人っていうのはもうちょっとやめといた方がいいと、わかりました。品川にはじゅうじゅうちょっとね、 言っときます。うーん、ねえ。やっぱりいつまでもちょっとこう、悪いやつでいた方がいいんですかね。いやでもなかなかきついですよ。ミミミさん。もう53歳になって孫がいてて、性格がひねくれて悪い奴って、もうギリギリで芸能界頑張ってきてるんですから、<laughs> そこまでまだ苦しいことしないといけない。茨の道、歩んでいかないといけないですか。はい。そして、 次に最近の芸能人のスキャンダルに伴い、旅猿で行く縁切り神社巡りを提案します。ダディが関わった人たちが続々に、ね、とおっしゃっていましたが、それは岡村さんにも言えることだと思います。最近のスキャンダルの女性は元ゴチレギュラーメンバーです。あ、確かに一度旅猿の企画で悪い縁を切ってもらってはいかがでしょうかついでに品川さんとの縁も切ってくださいと。 えー、あ私は品川さんのことは好きでも嫌いでもありませんと幻みんさんありがとうございます確かにそうなんですよ俺この間渓流釣りにドランクドラゴンの鈴木くんと行った時に言われたんですけどよく東野さんの周り行列メンバーが続々と消えていってるってあってで後藤か東野さんがどっちかみたいな話もあったんですけど東野さんの周り なんか人がいろいろ消えていってませんかって改めて言われて「え誰誰?」って「いや最近も」って言って最近東野さん東野登山隊とかで庄司さんと登山行き出しましたよねで結果庄司さんコロナウイルス陽性になりましたよねって「<laughs> 東野さん違います?」って言われたんですよあ確かにそうかって思ったりもするしでも一方でこれ見たら確かに岡村隆も オセロの中島とかなんかレギュラーメンバーがなんか続々となん,なんか変なことになってるのも確かにそうなんですよねだからちょっと確かに縁切り神社ってでも縁切ったらあかんちゃうかな縁かな縁切り神社っていうのは一つの企画の一つやと思います心配やわあと心配なのあれですよこの間旅猿の話戻りますけど徳井君ゲスト来て思ったんですけど その時のオープニング喋しゃべったのかな今田耕司さんのおしゃべりが止まらないっていう話だからその何でしょうか宮迫が1年前吉本闇営業の話になった時にさんまさんが主催者で宮迫を励ます会みたいなしたじゃないですかでそこはまあマスコミを一切入れずにっていうことで仲のいい芸人とかなんかいろいろ仕事してる芸人と我々を含めて集まって あと、その、宮迫のレギュラーメンバーのスタッフも集まってやったわけですよね。スピーチ順番にやっていくわけなんですよね。で、僕と今田さんがセットでまあまあ喋るんですけど、まあ、マスコミとかも一切漏れへんっていう話で、まあ、うん、この場だけの話を延々とちょっと宮迫のことをむちゃくちゃ言って、まあまあ、それはそれで、宮迫には辛かったけど、みんなも笑ったりとかして、まあ、めちゃくちゃな回やな、みたいな感じでよかったんですよ。で、それの2日後かなんか、 今田さん、大阪のおしゃべりジャングルっていう番組で、その喋ってることをなんか <laughs>、意外とたっぷり喋ったって聞いて、度肝も抜かれて、えと思って、もうルール無用やん思って、我慢できへんのかなと思って。で、こっちは、ね、で、それ、今田さんも喋ってるかって言って、えこれ喋 僕はノーコメントっていうか喋れへんっていうのもおかしな話やし。ま、さんまさんはなんかネットニュースでやんたんっていうラジオの中で、なんかみんながその言えない、テレビじゃ、ラジオじゃ言えないことをネタにして喋ってたって、やっぱり大人ですから、さんまさんは。ほんまそういうとこさんまさん大人。全然さんまさんはそういう時お喋りじゃない。ちゃんとルール守る。でも今はさ、やっぱルール守れないですね。ゆゆう言うゆうゆうほんで、もう天秤にかけられて、 俺もクーって今さんが言うなら俺勝手てクソー負けてられへんと思って喋っちゃうんですよ喋った後すごい後悔するんですよねで今回も中途の得意が税金払ってなかったいろんな税金払ってなかったでダメじゃないですかほんで実主的に謹慎して仕事休んでるわけでしょでそれはそれでいいじゃないですかほんでそのアローン会っていう独身のメンバーいてるんでしょ又吉とか今田さんとか岡村とか で、まあまあ励ますのはいいんじゃないですか。みんな集まって得意頑張れよとか、今は腐らず頑張れとか、ちゃんと、えー、反省して、また帰ってきたらええねんっていうのを、なんか会を開いたらしいんですよ。で、その会を開いた次の、また大阪のおしゃべりジャングルで、こないだ得意とご飯食べて、みたいな、<laughs> 話して、なんか今朝財布忘れて得意が払った、みたいな落ち着けて喋ってて。いや、それは、 得意がいつになるか分からんけど地上波を復帰し,復帰したいとか記者会見する時にいろんな先輩方から声かけてもらいましたけどなんかそんなエピソードありますかってどうせ聞かれるからその時のまあお土産じゃないけどそこに残してあげたらええのに喋っちゃうんだよね今田さ俺多分今ほん。んん病気やと思ううすよねはい新幹線小玉乗って東京かかから大阪を向かう時になんか G かかったら喋っちゃうんかな <laughs> いや、だから <laughs>、その時に、旅猿のオープニングでも、岡村とか得意にも言ったんですけど、とにかくもう今田さんに喋るなと。もう全部、おしゃべりジャングルで喋るから、気をつけろって <laughs>。一応、注意はしときました。はい。でもね、でも結果、まあ、振り返って、その旅猿で得意行きましたけれども、ね、お帰りなさいっていう声もあれば、 批判的な声もあるんで、その中で、まあ、地上波出たら、出れたらまた出たらいいし、うーん、地上波の番組の方がいいや、ちょっともうちょっと勘弁してくださいってなったらまた、ネットの番組もあるし、まあ、YouTube もあるし、もともと劇場で漫才してるし、だからそれはそれで、なんか、真摯に受け止めた方が、こう、いいのかなとは僕も思ったりもするけど、 まあ、皆さんは一体どのように思うのか、ぜひ皆さん、旅猿の方注目してほしいと思います。さあ、そういうわけでお時間きました。また、次回、聞いたってや、バイバイ。